はい、どうも、よしくんチャンネルのよしくんです。クアリ地域からプレイしていきたいと思います。いやー、多分ね、今回が最後になるんじゃないかな。おばあちゃんが言ってたんだよね、最後だよって。チャプター10、レンガと漆黒、漆喰か。久しぶりのマックスだな。おお、なんだこりゃ、なんで木の上にいるんだ。ああ、もう化けてる時は記憶がないんだ。ローラ、危ない危ない危ない、大丈夫か。違う、でも戻っ、どうやって降りるんだよ。あ、マックスの、うわ、痛い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 、降りられた。マックスもパンイチ、うん、ここは一体そうだ、うん、どうした。ああ、今も襲われてたよね。だからあれはマックスだったんだな。いい体つきしてる。服はどこだ。勘弁してくれ。ん？ああ、エマが来ちゃったからないのかな。よし。え？ローラはどこだ。そういうこと。決まってるね。いいよ、やっていくわ。今日はローラはどこだ。どっかしら。この学校で行くわ。これ何、これ、モーテル。ハビンジャーモーテルに行きゃよかったな。マッチかな。さすがにもう、その白い狼しかいない。でも3体って言ってたな。怖いな。襲われないようにしないと。岩の色と同化しちゃってんじゃん、この服。どういうこと？カメレオン状態です。ステルスがすごい、これ。100ぐらい上がってんじゃない？なにこれ。あお。戻ってきたはずだけど。かぶるんかい。出たよ。ポケット。ポケモンマスターになるよ。俺は。ピカチュー！伏線回収だ。レディースのサトシ。船がない。え、泳ぐの？まあ泳ぐか。いてもどうしようもねえ。そそ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 、帽子どこ行ったの？一体どんなオチが待ってるのやら。まああの狼たちは水を嫌うから、まあ大丈夫でしょう。他に脅威はないと思うけど。オッケーオッケーオッケー。え？嘘だ。
マックス。嘘でしょ。マジかよ。さあ手伝って。いた。おい、マジかよ。ここにいれば大丈夫だよな。お約束だ。降ったり止んだり、ついてるかも。どうしてさ。水が苦手なんでしょ。分かってないな。じゃあ朝まで湖で泳いでたらいいんじゃない。凍えて死んじゃうでしょ。うん。いやもう大丈夫だって。夜明けは遠いわ。ここにいるのはバレてるからすぐにやってくるでしょうね。やれやれだ。さあ見張りやすい場所へ。ほら。マックスがやられてしまった。ショックすぎるんだけど。待ち構えてたのか、あのロッチで。え、どこ行った？ディラン？ディランどこ行った？ちょっとどっか行かないで。どこ行ったの？何するんだっけ。おい、びっくりしょ。いるんかーい。何するの、ここで。これついていけばいいのかな。2階か。まだいんのかな、じゃあ。怖え。うちの部屋って見たことあったっけ。怖え、なんか全部怖いよ。ディランについていこうか。いつ頃のなんだろう。先祖の肖像画。ずっと昔のさ。自分の絵を飾ってもナルシストだとか思われなかったくらい昔のだよ。あ、私も自分の絵を飾ろうかな。まだ冗談言える。襲撃に備える。探し続ける。何を探し続けるの。いやー、これどうしようかな。探し続ける。何を探そう。他に武器になるものはないけど。怖いよー。襲撃に備えよう。いつ襲ってくるか分かんない。バレるって言ってたしね。暮れて明ける夏の日々、傷ついても強くなる。僕ら導きて永遠の仲間、歌おう僕ら。ハケットの子。全然分かってねえじゃん。まだ覚えてなかったの。嘘でしょ。やめて。勝負よ、化け物。嘘でしょ。やだよ。これ以上犠牲者を出さないのし。ジェイコブ、お前だけは絶対勝つ。
絶対ガスよ。なんて夜だよ。どういうこと？一言言いたいだけなんだ。俺が悪かったって。くそ。もう一晩と思っただけじゃねえか。ささやかな望みだろ。おい、男だろ、メソメソすんな。メソメソすんな。泣くなぜ。泣くな、なんで座んねん。なんで座んねん。どうすりゃいいんだよ。襲わないで。襲わなかった。さすがに狼も空気読んだかもしれん。何がどうなってるのよ。みんなを探す？ダメ、朝までここにいれば安全よ。うん。何？怖い。うわ。やばい。相手してらんないよ。どうするって、撃つしかないでしょ。怖いんだよ、苦手なんだよ。撃てるか。いやー、待とう、もう撃つしかねえわ。やるしかない。どっちにした？どう？よしよし。嘘だ。なんで？なんで聞かないんだ。銀のため仕込んでなかったの？ああ、急いで。そんなんじゃ絶対ダメだ。分かれたか。今の何？ケイトリンよ。嘘でしょ。中に入れなきゃ。無理よ、外から鍵がかかってるもの。何かできることがあるはずよ。でも何を？どうする？やばい。え？銀の玉。ああ、渡せ。銀の玉持ってなかったんだ。タイミングさえ合えば通るときに渡せるかも。それだ、それにしよう。通ればね。張り窓。張り子。大丈夫。身軽だし、多分ケイトリーいけるけど、落ちない。こっち来れないでしょ、さすがに。慎重に行こう。どういう操作なんですか、これ。慎重に。連打してく。大丈夫。あいつもバランスがいい。こういうのす。心臓が持たれ。はい。逃げろ。走ろ。ゲインの弾は。ケイトリン。こっち。オッケー。受け取りたいな、銀の弾。こっち、ケイトリン。そんなことしてる場合じゃないって。いや、取りに行こう。もうここでやるしかない。調べよう、銀の弾が。もらっとかないと。銀の弾よ。
ねえ私を。オッケー。もうやるしかないよ。当たった？嘘だ。当たってないの？嘘だ。嘘だよ。当たってなかった、あれ。やり直しできないですか、このゲーム。嘘。俺の手で二人も。探求心、避難。まあ、話を聞こう。で、6年前、何があったの？火事があって、大勢の人が犠牲になったんだよな。そして今、人狼と亡霊が森をさまよい、亡霊の方は行方知らずになった幼い我が子を探してる。そうか、それがサイラスなんだな。くそ。長い話だ。短いじゃない。火事があって犬の子サイラスが逃亡、家族を噛まれたけどなすすべなし。おい、過去の出来事は関係ない。いや、関係あるでしょ。せめて何と戦うかは分かってないと。相手は人狼と化した凶暴な少年だ。この6年間、満月の度に手を尽くして探してきたが、尻尾をつかむことはできなかった。文字通りな。そいつがついに姿を現した。おそらくこの機会を逃したらチャンスは二度とないだろう。で、そいつの居場所は？闇雲に走ってったって見つけられないと思うんだけど。来てるんだよ。やばい。気絶してる。銃を捕まえ。撃つしかない。海にいる。でも銃が。それはいいから伏せていろ。嘘だ。銃つかもう。ライアン起きて。起きろライアン。危ない。やられるよ。危ない。引けるか。何やめる。どうなった。あいつはどこ。消えるはずない。近くにいるはずだ。探そう。正気なの？いやー、やばい。ライアンつってね。起きなさいライアン。着いたのか。大丈夫？さっきよりはな。こっちだ。血痕がある。腕倒さない。あ、髪切った。あれ？向こうだ。なんか姿変わってない？
ここで何があったんだ。ん？2ヶ月前道路を外れた場所。私を撃つべきか迷ってるんだろう。ああ、いいと、撃てばいい。何？ん？なに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 、なんでなんで。いつもなら人狼の血で匂いを消すんだが、危険だぞ。命がけだが、終わらせるか。いやもうやるしかないっしょ。やるしかないでしょ。やろうぜ。いやー、二人も犠牲者が。くそ、やり直したい。あんな簡単にやられちゃうんだよ。いるか、あれが本当か、サイラスか。めちゃくちゃ不気味な雰囲気。ポッドキャストで言ってた以上だ。油断するな。ここで見たの？見た。見たというか、人を跳ねたと思って確かめようとして降りたら、あれが。あれ？年を取った女が同じ言葉を何度も繰り返してたの。ああ、サイラスってな。そうよ、サイラスって。ありえない。一体何を。地下トンネルで俺も見た。エライザ・ボレス、サイラスの母のはずだ。彼女は何者？何者？恐怖の宴というサーカスの団長だ。ん？6年前ここに息子を檻に入れ、犬の子サイラスと。何？死んだはずだが、まさか亡霊に。とんでもない人だな。ハケット採石場の老婆。以来サイラスを探している。火事の原因は？確かに。嘘、まだ何か隠してるの？君が殺したケイリー・ハケットは誰よりも優しい、思いやりのある子だった。ケイリーは救い出そうとしたんだ。檻の中の少年を魔女の手から。なるほど。どうやって？悪意はなかったんだ。トラビス？ケイレブに火をつけさせたんだ。麦わらを燃やし注意を引きつけ、その間にサイラスを檻から解き放とうとした。でもしくじった。ああ、火が回りみんな死んだ。一瞬だ。エライザも他も。ケイリーはサイラスを解放した。だがケイレブが噛まれた。なるほどね。まあまあ。それで探してたのね、サイラスを。この6年間満月の旅にな。すごい執念。だからもともとサイラスはもう人狼だったんだ。これが残骸だ。これはひどい。ねえ、痕跡は？何も。うわ、こんなの見たことない。まさかここだったとは。
大丈夫か？離れるなよ。おい、ライアン。ライアン？あ、もうごめん、今の。近い、近いぞ。おばあちゃんがいたよ。みんな見たか？信じられんが。これは犬の子サイラス。気をつけろ。ここだ。いるんじゃない？寝とるやん。撃て撃て撃て。くそ、なんてこった。こんな。まあでも、かわいそうとかわいそう。ローラ。何してる？さっさと撃たないか！構えよ。本当にいいのか？撃て。早く行こう。出るんだ、ここを。人間の姿に戻る前に。もう遅いよ。でもこれが全ての根源だしね。いろんな人が犠牲になったよ。俺のミスだけど。本当は関係なかったもんね、うちらはね。何もかも分かったつもりでいるんだろう。自分を賢いと思っているわけだ。助けてやった、警告もした、気に入りかけていたのに。だけどそれも終わりだよ。あいつらを使ってサイラスをあんな目に遭わせて。お前さんに取り付いてやる。夜が明けても私からは逃げられやしないからね。そうさ、闇の中からする物音も、影から聞こえてくるささやき声も、首筋にかかる吐息も、すべて私だよ。覚悟するがいい。決して許しはしないよ。決してね。このおばあちゃんはどうだったんだ？結局のところ。Could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. ああ、夜明けだ。 The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out. 久しぶりの朝だな。あ、ボビー、生存。抜き捨てかわす。ああ、そうだね。
white knight on his steed. やっぱニックだったのか。ケイリーさんね。ジェイコブだけは言っていた。なんだよこいつ。いやーそうだよね。もう酔いちゃった。あー B も良かった。今何結構運良かったのかもしれない。いやー、ケイトリンマジでごめん。ああ、ケイトリン。警察さんは。いやー本当に終わりだよなこれだな呪いは。サマーキャンプの惨劇、凶暴なクマに襲われ数名が死亡。どう思うアントン。数名ってよく使われるよね。遺体の数をちゃんと数えてないみたいだ。2、3人かもしれないし、5、6人かもしれない。どっちとも取れるいい加減な言葉だよ。行動を規制するためかもね。きっとまだ情報を公開できないのよ。警察から情報を聞き出すのって難しいんだから。気象条現象の専門家なんですがなんて切り出しても門前払いされること間違いなしよ。ハケット採石場の話は終わったと思ってたよ。あれとは違う。ハケット採石場の話よ。これ3ヶ月前のニュースだろ。古いな。アントン、まずは挨拶。超常現象専門ポッドキャスト、世紀の不思議体験へようこそ。グレイスよ。アントンだ。果たして噂は本当か。何気ない日常に隠れ潜んでいる超常現象を徹底追跡。それっても何気ない日常じゃないと思うけどね。心霊現象や超常現象、これらは果たして実在するのか。ないな、ないな。ああ、ないな。そうね、帽子に保険はかけてある？アントン、今からあなたの頭をドカンと吹き飛ばしてあげるから。帽子に保険をかけてるかって？そう、大事にしているものにはきちんと保険をかけておかないとね。帽子か。そう、まあ言いたいことは分かったよ。とにかくハケット採石場の話を蒸し返したのにはちゃんとした理由があるの。はいはい。進展があったのよ。ん？少しだけね。いくつか情報を得たわ。まだ疑ってるけど聞くよ。帽子付きでね。そう言ってくれると思った。ちょ、え、なんで笑ってるのさ。よせよ気持ち悪い。なんで？この綺麗な歯並びを拝みなさいよ。綺麗な歯だね。ありがとう。私の歯についてはリスナーさんの多くが初耳だったかもね。さて、事件の内幕を知っている人から連絡があったの。今日の配信ではその人から得た興味深い情報について詳しく伝えるから、どうぞお楽しみにね。そんな人いたんだ。どこの誰？え？内部告発者ってやつだろ。そんなのどこにでもいるわ。誰も聞いてないポッドキャストの配信なんかやめろっていう内なる声とか。傾聴に値する意見だ。じゃなくて私が言いたいのはね、とりあえず匿名の情報提供者としましょう。この件を不思議体験と思ってる人が私以外にもいるってことよ。その人たちからコンタクトがあって荷物が届いたの。まさか開けてないよね。この番組のリスナーなんて信用できないぞ。開けるのが待ち遠しかったわ。じゃじゃーん。匿名での情報提供？さて、約束したわよね。この番組の配信初日にちゃんとした証拠を見せたらあらゆる可能性を検討するって。覚えているでしょ。確かに言ったよ。それにあなた、ちゃんとした証拠を目にする日なんて来るはずないからね。それじゃあ荷物を開けて判定しましょう。送られてきた情報は偽物かそれとも本物か。
わかった。よし、やろう。リスナーのみんな、この番組を聞いてる既得な奴から届いた荷物を開けるぞ。送った本人がこれを聞いていたら、中身が何であれおめでとうって言いたいね。もう何これ、テープでぐるぐる巻きになってて。ねえ、ちょっと手伝って、テープを切るから。鍵かなんか持ってない？やだよ、鍵がベタベタになるだろ。手を使えよ。いいから鍵を貸して、アントン。いやだ。貸しなさいってば。いやだ、自分のを使えって。鍵なんかかけないくせに。いや、かけるに決まってるだろ。何よ、何か隠してるの？隠すって何よ、戸締まりくらいするだろ。そんなことしないわよ。幽霊は信じているくせに戸締まりはしないのかい？幽霊はね、ドアを開ける必要ないの、壁を通り抜けられるのよ。そうかい、悪い奴に殺されても知らないぞ。行方不明者のこと覚えてる？ああ。彼らのカメラに残されていた写真を見せるって言ったら、二人がハケット採石場にいた証拠よ、ね、カメラがそこで見つかったらしいわ。僕ならたまたまそこでカメラを落としたって考えるね。じゃあアントン、聞くけれど、どうしてカメラを落としたの？根っこにつまずくとか、何かにぶつかるとか、あ、段差とか、あ、石につまずくとか、あるいは殺されるとか。カメラなんか持ってなければ行方不明にならずに済んだかもね。さあね、森で迷子になったんじゃない？遭難者って多いんだぜ、ありきたりだよ。他にもあるの。え？有力情報を教えてあげる。実はね、二人のバッグが見つかったらしいの。なんと、サマーキャンプ場でね。マジ？でも、じゃあどうして誰もそのことを知らず、ハケット家は容疑者になってないんだい？そこなのよね。ハケット家は二人の行方を知っているのかも、うん、大掛かりな隠蔽工作って線も考えられるわね。それはちょっと飛躍しすぎじゃないかな。ハケット家についてもう少し話した方が良さそうね。確か代々続く地主なんだよね。うん、そう。最初にあの土地に住み着いたのは罠漁師をしていたおじいさんのおじいさんのおじいさん。勝手に住み着いたの？そうよ、旗を立てて自分の土地だって宣言したの。なかなかいい根性してるね。でね、その人の代の時にケーガンを見つけたんですって。ケーガン？期待通りの質問ね。豆知識よ、ニューヨークの建物は一つ残らずケーガンが使われているの。全部ってことはないだろう。いいのよ、こういうのはざっくりで。雑だな。それはさておき、ハケット家はケーガンの採掘で大成功を収めたけど、セプティマス・ハケットの代にいかにも悪そうな名前よね。罠漁師の7番目の息子よ。ちなみに7には神秘的な力があるんだけど。いいから。採石場は閉鎖、土地だけが生きる糧になったわけだ。そうだけど、その土地っていうのがね、とにかく広大なの。深い森に覆われていて、誰も立ち入ったことのない場所もたくさんある。なるほど、何かを隠すには最適だね。とりわけ人に言えない秘密を抱えている風変わりな一族にとっては。でね、ここから話は超常現象の領域に入っていくわけ。いいよ。この土地はね、全て呪われているの。またそれか。世紀の不思議体験をいつも聞いてくれてありがとう、アントン。あなたに読んでもらいたいものがあるんだけれど。はいはい、これを読めばいいの？そう。よし、来た。これって、ケイリー・ハケットが彼女の祖母に宛てて書いた手紙のコピーだそうよ。はあ、なるほど。君の仕事のような気もするけど、読んでみるとしようか。あなたが証拠を読み上げる方がインパクトが大きいと思って。よし、じゃあ読むぞ。おばあちゃん、いつまでこんなことを続けるつもり？家族が一番大事なのはわかるけれど、私はこの家とキャンプ場を出て森の外の世界を知りたい。
もちろん現状を考えればそんなことはできないと承知しているけれど、何が起きているのか公表するべきではないかしら。大変な状況だと世間に知ってもらうの。家族を守るためだということは分かっているの。でもおばあちゃんだっていつまでもいるわけじゃない。今の私たちはまるで暗い穴に閉じ込められているみたい。よく眠れないでいます。眠るとあの火事の夢を見るから。なんて幼稚だったのかしら、あんなことをしてしまうなんて。元気で、ケイリーより。以上だよ。どう？とりわけあの火事の夢を見るってくだり、見てはいけない何かを見てしまった人を苦しめる悪夢の情景が思い浮かぶような気がしてこないかしら。ま、不穏な感じはするね。何か恐ろしい体験をしたのよ。これ本物？まあこんなのを偽装する人がいるとは思えないけど、今回も証明はできない。だけど疑念はちょっと脇に置いておいてほしいの。かわいそうにね。うん、過去に何かあってそれを気に病んでいる。それが何か掘り下げないと。わかった、疑念は脇に置くとするよ。ひとまずね。じゃあ次の手紙も読んでくれるわよね。いいけどさ。おいおい、停止通告書じゃないか。しかも私たち宛て。ちょっと、なんで黙ってたのさ。郵送されたものじゃないの。あのイカれた一家だ。え？トラビス・ハケットの署名だ。違法なことはしてないわよ。そう？ふざけないで。厳密には僕たち宛てじゃない。隠し事をしている人たちからの停止通告書。ふん、なるほど。あとこの空になった小瓶も。なったってことは中身が入ってたんだ。そういうこと。これ血かな？血の小瓶？そうみたい。うえ、なんかの儀式？少しは信じる気になった？盛り上がってきたね。あの一家に目をつけられるのは嫌だけど。じゃあハケット家の話はひとまず脇に置いて、別の証拠を見せてあげる。いい？ゾッとするわよ。せいぜい怖がらせてよ。ま、期待はしていないけどさ。逃げないでね。どんと来い。手を握っててほしい？いい。背中を叩いて励ますのもいらない？いいから早く見せなって。怖くないように明かりを全部つけて。何もしなくていいからさっさと証拠を見せてくれ。で、これは何の写真？キャンプリーダーが撮影したものよ。エマ・マウンテバンクのスマホからダウンロードしたの。まさかこれ本物？まあそれを今から検証するわけ。偽物っぽいな。加工したんだろう。まあ私のスマホ写真だったら全部加工されてるって言えるかもね。目を大きくしたり顔色を良くしたりするフィルターがあるから。でもこれはそういうのじゃないと思う。これを見ても偽物だって言える？なんとも早。そうね、奇妙だけど事実よ。何があったんだ？聞いてた以上のことよ。だね。他のも見て。どれ？ネガポジを反転させるとすごいんだから。うわっ、おい、これなんだい？幽霊よ、ハケット採石場の老婆ね、本物よ。やだ。いや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 、見間違いだよ。何と？あきちんと説明して。知らないよ。脳が人の顔だと認識してそう見えてるんだ。思い込みの一種さ。トーストの焦げ目がキリストの顔に見えるとかよくあるじゃないか。これもそういうやつだよ。あなたの朝ごはんの話なんて聞いてない。この後に及んでまだ疑うの？でも会議主義が揺らいでるようね。自信がなくなってきたんでしょう。反論にいつものキレがないもの。写真がなければ信じない？この写真が何よりの証拠よ。いや、写真は捏造できる、体験は捏造できない。だからこの目でハケット採石場の老婆を見るまで信じないね。ねえ、よかったら一緒にノースキルに行って。いい。実は私、分かった、すごいつてがあって信じるよ。よし、これなんてどう？捏造不可能なものもあるの。爪痕くらいなら僕でも再現できる。適当な壁を用意してくれればフォークでさっとね。あら、器用なのね。どうも。まあこれは超常現象と言えないわね。野生動物やペットのオウムの仕業かもしれないし。でも検証しないのは不公平でしょ。なんで？そりゃリスナーが長めの番組を求めるようになってきてるからよ。美味しいネタがあるなら
引っ張らないと。なるほど、話題にこと書いてるしね。ま、送ってくれた人は価値ありと思ったのね。全部いたずらだって可能性は？ただのいたずらだよ、アントン。それ誰の真似？子供にからかわれてるだけかもしれないじゃないか。この番組のアンチの仕業って線もありえるね。後者の可能性はまずないでしょうけど、子供にからかわれた経験なら今までたくさんあるわよ。お次はこれ。さあどう？これはさすがに驚くでしょう。うわ、それ川かい？皮膚、毛皮、呼び方はどうでもいいのよ。人の皮膚っぽいな。それはタトゥー？どうかしら。だとしたらひどい出来。そのこれって、聞いたところによると、この事件を引き起こした正体不明の生き物の皮膚だそうよ。本物があるってことかい？捕獲したの？つまり、そのなんだかわからないけど、それを見られるってこと？触ってみたい。そりゃそうさ。ああ、これを送ってくれた人は証拠品を盗み出すのはまずいと考えるだけの良識は持ち合わせていたのね。それにアントン、あなたがこの証拠を偽物じゃないかと疑い、この正当な調査を妨害するために証拠隠滅を図る可能性も考慮したんでしょう。なるほど、いつものお約束か。都合よく本物は見られないってわけだ。まったく、意地でも信じないつもりね。家庭に家庭を重ねるな、オッカムのカミソリってやつだよ。証拠をよく見て、総合的かつ客観的に。まあ、なんていうか不思議だ。それは認めるよ。やった。奇妙って言っただけだ、勘違いするなよ。ついにやったわ。やってない、不思議って言ったんだ。やった、認めた。こっち側に引きずり込んだわよ。信じる気になったんでしょ。そういう意味じゃないってのに。私の勝ちよ。勝ってないっていうか、私が正しいってことを証明したわよ。証明してない。いいか、感想を言っただけだから。報道じゃ詳細がわからないけど、この件がその何か不可解なことが起きたって考えるのはやぶさかじゃないさ。不可解か、うまくごまかしたわね。で、どう思うの？うるさいな。ほら、言っちゃえばいいじゃない。僕は何も言わないぞ。もう認めたも同然でしょ。ずっと聞きたかった高さんの一言を聞かせてよ。わかった。番組名はダサいと思うけど認める。史上初だ。この事件は世紀の不思議体験だよ。人生最高の日だわ。なんか悔しいな。なんで？負けたから？違う。で、どうするの？これを警察に送ろう。証拠になるか判断してもらうんだ。でも、もっといろいろ知りたかったわ。水晶玉を覗いて、一体何があったのか、一部始終を見れたらよかったのに。それじゃつまらないさ。推測することはできる。でも、僕たちが体験したわけじゃない。現場で何があったのか、真実は永遠に謎だ。何？どうしたの？急にカッコつけて。いつもこうだろ？とてもいい締めくくりね。そりゃどうも。まさに理想的。こういう番組にしたくて頑張ってきた苦労が、ようやく報われたわ。この番組で合理的な結論に達したのは初めてだ。喋っていい？長かったポッドキャストすごいね。ああいうところも作り込まれているんだね。だから見てきたものとか、僕まあ体ゲームの中で体験したものをなんか題材にして、まあいろいろね、不思議体験について話してくれましたけども、いやー、僕としてはね、3人か、ニック、マックス、ケイトリンをちょっと救えなかったっていうのはね、だいぶ悔しいっすね。で、あのばあちゃんも、まあ味方のようなことをしてくれてはいたけど、正直どうなんだろうねっていうね。まあ探して探してとは言ってたけど、探したところでっていうのも正直あるし、まあ最後サイラスを撃つことを決めたんですけど、まあやっぱり残しといてもね、もう被害者が出てるわけだし、止めるしか、まあ、なかったんだけど、これが全員生存したりとか、じゃあおばあちゃんがね、最後サイラス撃たなかった時にどう
かばってくれるというか、どういう展開になるのかっていうのはちょっと気になるな。うん、まあでも一旦このクワリーというシリーズの終わり方、まあ僕が牛くんが、まあ、やったストーリーというか判断っていうのは、まあ、こういう結末にありました。いやでもすごい、なんだろうな、ストーリー展開も面白いし、キャラクターもね、それぞれ一人一人個性があって、めちゃめちゃ引き込まれましたね。なんか、まあ、ホラーゲームではあるんだけど、なんかこういう BGM だったりとか、まあ、セリフの数だったりとか、そういったところで、ポップ要素っていうか、ボケっていうか、面白さっていうのも、いろいろあったんで、うん、なんか、ホラーゲーム初心者の人でもすごくやりやすいゲームだったんじゃないかなと思います。はい、いやー、まあシリーズを通してね見ていただいている方は本当にありがとうございました。うん、まあ今回これを見て、じゃあ今までどういう選択をしてきたのかなっていうのは、あの再生リスト作ってありますので、ぜひね頭から、まあ映画のようにね、まあ見ていっていただけたら嬉しいなと思います。いやー、うん、本当にこの作品やってよかったなと思いましたね。はい、ではクワリーご視聴いただきありがとうございました。また次の違うゲームの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。